せーの、みなさんこんばんは。ルート25パのミルフィーです。みかんです。はずきです。はい、3人合わせて団子3姉妹です。今即興で決めましたけどね。はい、今回はですね、なんでこんなね、ちょっと異常なね、なんかよく見慣れないね、状態だと思うんですよ。この並びっていうか、ここにパソコンがあって、きっとね、この辺にパソコンの画面があるんじゃないでしょうか。うん、ある。はい、なぜかというとですね、これからホラゲ実況していきたいと思います。イエーイ。といっても、まあそんな怖くないよね。怖くない。私たちが今からやるホラゲが、はい、青鬼でございます。イエーイ。定番ですね。定番、ど定番。もうどんだけ、ね、はい、世の中のね、実況者さんが出してることやら今更すぎるんですけどね。そうね。まあ、というわけで、私とね、葉月は、JK だし、実況よく見てるしっていう謎の、まあね、まあ、とりあえずよく実況見てて、まあ、知ってるチルがやるのもいいんだけど、ね、ここにいらっしゃるね、知らないみかんちゃんにやってもらおうっていうことで、はい、今、ここに、ニューゲームのね、準備をしてもらっております。さあ、どうなることやら。まあ、うちらはね、操作は基本しません。隣でちょっとね、口出すだけなので。そう、大体のこと知ってるから、ね、そうそうそう。だからね、青鬼出るタイミングとか大体知ってる。あ、そうなのね。そうそうそう。だから、みかんちゃんの反応をある意味楽しむためにって言ったかのようなものでもあります。まあね、これ単発じゃないから1回で終わるってわけじゃないんで、多分全部クリアするまでね、脱出するまで、まあ、やっていくつもりではおります。というわけで、覚悟はよろしいでしょうか。You're welcome. よし、じゃあ謎解きも頑張ってね。頭あるのまだ。ヒントは言うからね、ヒントは。そう、じゃあニューゲームエンターボタンに3、カウント3でいきましょう。うん、いくよ。エンターでね。うん、3、2、1、ニューゲーム。おお。はい、主人公の名前、エミカ、いきましょう。じゃあ私がこれをやろうか。多分、どっか押すんだと思う。どっか押すの。うん、どっか。あ、消すやつあったっけ。うん、なんか、どっかのボタン押すんだと思う。どっかのボタン、バックスペース。あ、デリート、デリート、デリート。消えねー、消えねー。操作、はい、じゃあ早速操作を見ましょう。はい、みんな画面ちっちゃくなるよ、ごめん。 あ、この辺カットで。じゃあ、じゃあちょっとね、ちょっとね、 X とか押してみようか。キャンセルっていう、一応とか。おお。じゃあここね、矢印ね、動かすので、名前はみかか。うん、はい、みかんちゃんの名前でいこうと思います。レモンじゃないよ、みかんだよ。じゃあいくよ。はい。おお。え、みかんどれ。え、あの町外れにある無人の館、そこにはお化けが出るという噂が。みかんだ。は？あの、みかんのやつ。あ、みかんのやつじゃない。ラコは思ったより綺麗だな、タクロウ。なんだか寒いわ、ミカ。ミカ。お、おい、もう帰ろうぜ、タケシ。みかんのミカ。タクロウ、なんだよ、タケシ、ビビってんのか。はい。パリーン。音ないね、そういえば。音ないの？ね、ないね、そういえば。あれだよね、パソコンの音を上げてあんのにね。100のえ、じゃあこれやったら出てきてもらえの元しない。おー、しないね。え、じゃあいつ。音あった方が。さあ、たけしのこの画面で止まっております。たけしすごい顔してるけど大丈夫かな。汗がいっぱい出てる。大丈夫かな。だってたけしが超本人だもん。え、音なんで出んの。たけし、たけし、じゃあ、まあ、ちょっと進めましょうか。進めよう、一応。え、普通でも。おい、おい、もう帰ろうぜ、もう帰ろうぜ。バカバカしい。これがみかんさんです。映ってるね。あの、主人公は男の子だからね。お化けなどいるわけがないでしょう、科学的に考えて。はい。おい、みかんっていう風に名前を叫んでおります。気をつけろよ。はい、はい、ここから操作可能です。どうで、私が一回触ろうか。こっちが右、左、上、下。まあ、でも基本的だよね。え、音出んの。出ない。スピーカー、スピーカー、スピーカー上げましたよ。100、鍵かかってます。まあやめましょう、ここは。ここはね、やめてきましょう。ちょっと音調整だけ待ってくださいね。じゃあ、おお。意外と音がでかいね。何？音がでかいね。どうしたどうした。音がでかい
びっくりした今音出ました。ミルミ意外と見かけた。じゃあごめんねごめんね、わざと言われてそう、れじゃあ行ってみるか。え、行きましょう。行ってみるか。はい、じゃあ次のとこ行こう。鍵よ。はい、これどうなの。はい、はい、ここからも音の正体は、あ、扉、あ、あ、で、エンターで調べるね、これで、うん、はい、手に入れました。はい、でもこれ多分調べていくうちに出てくるんだよね、青鬼が。あれ誰もいない。みかん、まさかの置いてけぼり。皆さんみかん涙目。じゃあここからは自由に探索していってください、はい、え、何を探索するの。え、もういろんなところ、いろんなところ行っちゃってください。え、で、みんなを探すってこと。あの、不思議な出会いがあります。いろいろね、いろいろね。あ、ブルーベリーと遭遇するかもしれない。これ何。あ、地図。はい、今の向かいエンター。はい、はい、これ1階の見取り地図です。解説いたしましょう。ここがね、最初にいた、あ、あの青色な、青色の部分がここが最初に、あの、みんなが4人おったとこね、うん、で、今こっちに行きました、最初っで、ここカチャカチャって、あの、うろうろしとったとこで、ここがさっきお皿を拾ったとこです。で、今上に登ってきてってところ、うん、ここはまだ1階の見取り図だけだから、こことこことここと、また先に続くとこと、こことここがあります。未探索、うん、はい、OK。 おおお、やだ。はい、早く行って。逃げる、逃げる。いや、待って待って、はい、ここの部屋には大事なことがあるので、うん、ここ絶対動いた。はい、えっ。たけしでした。たけしがガタガタ震えています。ガタガタしてます。たけし、たけし、ガタガタガタ。他のみんなはと答えてもガタガタしか言いません。こいつ日本語話せないの。震えた、震えてますね。大丈夫か、こいつ。会いたくて、会いたくて震える君を。誰に会いたいの。ミカじゃない。いや、違う、ブルーベリーでしょ。ブルーベリーね。あ、椅子が動きました。あ、これはこれキラキラしてるのがアイテム。へぇ、図書室の鍵を手に入れた。おぉ、で、メニューを開いて、X で、で、アイテム、まあ、セーブ、とりあえずまず1回セーブ。そうだね、セーブ、これでファイル1にセーブします。これでできた、1回、うん、戻る。で、アイテムって調べると、はい、これ1階図書室の鍵、うん、で、まあ、お皿の破片とアイテムがあります、うん、バッグどこだっけ、なんかあったようなバッグ。お、あ、エクセル戻ってきた。ガタガタしてんな。めっちゃ震えてんじゃん。よし、オッケー、大丈夫か。じゃあ1階のどこかのお部屋がその使えるとこなので、これ1階、これ2階、うん、あ、こっち、え、下降りなあかんね。あ、こっち、これ階段か。はいはい、こっちじゃない、こっちか。ほうほう、はい、使いました。あ、ほんとだ。あ、やだ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、見た、みんな見た、みんな見た、みんな見た、今のが青鬼です。これがブルーベリーです。で、え、なんこと、あ、ちょっと、パソコンな、パソコンな、パソコンな、やだ、ちゃーん、ちゃーん、やだ、早く進んで。え、なんこと、一回出ました、一回出ました。早く、行ってよ。あ、ブルーベリー見たい。あ、もう出てこない。次に1個ずつ調べとるのがすごいね。あ、これすごい気になる。え、そこ初めてだわ。で、青色が出たってことは、また黒、あ、さっきのブルーベリーな、ブルーベリー、あの、さっきの、そのヒューヒューヒューって出てくる、ブルーベリーみたいな、あいつね、青鬼、ブルーベリーっていうの、あれが青鬼って言うんだけど、あいつが出てきたってことは、うん、もしかしたらこの部屋でもう一回出てくる可能性があるから、うん、逃げる準備はしといてね。うん、いつでも逃げる。やだ、え、いいから、大丈夫、だ、まず大丈夫。じゃ、とりあえず捕まってもなんかぐしゃとか言わないから、静かに行くから、あれ、うん、あ、スン、ゲームオーバー、スンって消えるから、うん、大丈夫大丈夫。セーブはでも大事だよね。セーブ大事だから、一回私あそこでした、うん、まあ一回図書室でもしときます、セーブ。うん、じゃあ X をして、 X で下矢印、あ、間違った。エンターエンター、そこで、もう一回 X、 X、 OKピーも初めて掴める。おお、おお、いいですね、いいですね、いいですね。お、お、あ、宝ゲット。はい、逃げる準備してね。はい、行け行け行け。またまたまた、落ちていて。落ちて。はい、来た来た来た。早い早い。はい、頑張れ。はい、逃げ逃げ。あ、いけるいけると。おお。あ、待って待って。
けど。早くね、早くね。どうです、初青鬼の感想は。これついてくるどこ逃げてもどうですか。どこ逃げてもついてくるの。さあ、うん、ここでどっちか行くか。あのよくあるソファーのゴッドソファー、あそこのソファーでぐるぐる回るとこ、逃げ方。とりあえずさ、あのさ、パターンと閉めるとこ、タンスみたいなとこ。タンス、うちタンスエスケープ嫌いや。そう、開けてくるもん、たまに。それはあのちょっと結構時間経ってから。経ってから。あ、じゃあちょっと一回ハズキ操作でいこうか。待って、でもちょっと待って。いや別に失敗してもいいで、とりあえずとりあえずまあ逃げまくればいいか。とりあえずうん、逃げちゃってください。もうどこセーブしてある、どっから。図書館のここのセーブからはいはい、はい、次チェンジハズキ。私ね、ハズキの逃げ方がね、今喋っとったらちょっと違ったんだよね。ハズキはこれ結構難しくない？エンターでいくよ。もう一回、もう一回、もう一回で、最初固まるで、おい、向くから。はい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 、あ、はい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 、あ、はい、落ち着いて操作いきましょう。そう、私そっちのソファーでぐるぐる回るで。めっちゃ早。でもさ、そこ行ってもさ、はい、逃げ切れんくない。私もね、操作したことないから行けるかどうかわかんないんでね。じゃあ私が行きましょう。ちょ、後から作戦立てようぜ。作戦とかいるの。あ、ちょっと待って待って、どこ逃げるかみたいな。行くよ。うん、手に入れた、た、た。おお、ブルーベリーがなんかハゲてる。ハゲてね。おお、あ、やべ、ちょっと早い。一より早かった。これ持って難しいわ。あ、そうなの。やって分かった、難しい。どこ逃げればいいの。ちょっともう一回リベンジしていい。いいよ。落ち着いて。これさ、どこ逃げたらいいの。ちょっとね、さっきのソファーで回避したいな、私。ちょ、もう一回死んだらちょっと次、あの、みかんちゃんと うん、バトンタッチ。こう回ってた方がいいよね。逃げてどうしたの、結局。おーし、いけいけいけ。ソファー、そう、あ、間違えた。何、もう分からん、どうするの。あ、ね、今のソファーのところでぐるぐる回るの。そう、こう一周してもう一回出てくの。どう、そうすると何がいいの。そしたら青鬼が消えるから。そうなの。追いかけてこなくなるから。へえ。私のね、下行って上行ってピッて。そう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 。じゃあやってみる。ちょっと、やってみる。ちょっと、あ、はい、うちら死にすぎ。ウケる。頑張ろう。怖いな。でこれからの方がまだ怖いよね。これからが一番怖いかもしれない。ま、これ親切やで。あれ、初めての出会いだから、まあ、もう一回。はい、行け、行け、行け、はい、オッケー、オッケー、はい、オッケー、オッケー。はい、行きました、行きました。みんな、つりまくってやばい。ちょっと、はずき、はずき。汗が出る。これ、実際やると意外と怖いだ。汗が。あ、行け、あ、もう無理。うちら、な、5、6回目で帰ってくる。もう、リプレイしまくれ。面白いかな、見とってみんな。やばい、うちら下手くそやなって思われて。かもじゃあいいやって、うちら素人やでさ。素人やで。あ、間違えた。あ、いける、いける、大丈夫、大丈夫。で、ここ一緒で、ここで、ダメじゃん。あ、OK、 あ、いける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 、すげー、もう一回走る、走る。はい、来た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 、イエーイ。はい、葉月が頑張って逃げ切った。そう、あれは私、いわゆるゴッドソファーと呼んでおります。あるね、実況者さんがね、ゴッドソファーって言いながらあれ顔はしとってね。ゴッドソファー、そう言えばよかった。で、どうすんの。で、はい、あの寝室の鍵を手に入れましたね。イエス。操作バトンたちで、寝室はじゃあメニュー開いて、どこの何階の、うん、あの X で、アイテム、エンター、エンター。セーブモードをして、一回セーブするか、一回セーブするか、戻ってセーブしましょう。はい、ファイル1、ファイル1で、アイテム3階です。3階行きましょう。3階行きましょう。オッケー。3階行きましょう。ここ1階、ここ2階、2階、ここ2階、2階で、そこがたけしのさっきおった部屋です。ここ、あ、なんか落としますね。え、あ、そこさ、あ、ここになんかおる、なんかおる。ハンカチ、ハンカチを手に入れた。女子力、なるほど、たけしの女子力。女子力。じゃあ3階はこっちの階段から行きます。あ、そした、うん。で、今度から音楽、あのフォーンってあったんや、最初音楽、うん、あれないからね、次から急にドンってくるから、こっちかな。はい、正解。お、で、 あそこのタンス、なるほど。え、横です、もう一個です、もう一個です。あ、もう一回矢印、ん、あ、矢印、これどうやって入るんだろうね。これ多分こっちは開かない。あ、入れん方か、うん、入れん、入れんタンスか、あれは。
じゃあなんかね、タンスによっては入れるやつがあるの、ずらした、あの、逆です、ずらす方ダブルベッドにしちゃった逆だな、あれ積んだあれそっちか、積んどうしても戻せない、あだ、え、これどうすればいいの、積んだ一回さ、戻ってさまだ変わっとるかな、わかんない、また入りましょう、おで、こっちで、中入ってあ、こっちやったっけ、逆、こっち、あ、はい、穴が出ました、やばいかもしれない、2階から、ピアノ、ピアノ3階から2階へ降りました、で、1階出てみました、え1階、あ、あれだ、あれゲットしなきゃいけない、あれフラグ、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 これはえ、でもさ、まださ、あれあるじゃん、あ、調べてないか、物を持って調べなあかんかったっけ、あれって、あの、お風呂場、お風呂場と、じゃあ、みかんちゃん、1階のお風呂場と、あれ、あ、これはまだ後で、見つけちゃった先に見て1階のお風呂場とトイレ行きましょうかトイレ行きましょう、1階のお風呂場とトイレ行きましょう、お手洗い、お手洗い行こう、1階のお風呂場とお手洗いに行きましょう、はい、手洗い左です、ここ開いてますね、うん、で、あ、さっきうちにお風呂調べて、もう一回、あ、プラスドライバーを手に入れた、手に入れた、はいはい、もうないっすね、ないっすね、はい、いや、調べますね、はい、トイレ行きましょう、左ですはい、あ、ガッツリトイレ行ったねここからしかできないから、蓋そこの辺調べてください、はい、お、洗剤を手に入れました、さてさて、アイテムをチェックしてください、はい、ハンカチと洗剤があります、はい、洗うの、えどっかに使うの、これを、うん、そう、それをね、うん、解いてもらう、そうだね、自分で、あ、分かった、あ、うん、お、あの、ピアノの血、おお、でも、洗剤とハンカチバラバラだとん効果は発揮しないんですよ、水、つまり水、水じゃないですね、拍手ハンカチ、洗剤、ハンカチ、洗剤、うううふるハンカチ入り洗剤を作ってください。どういうこと？だから。あ、洗剤入りハンカチだ。うん、そうよ。じゃあ。だからハンカチに洗剤。じゃあこれ後々他のアイテムでも使うあの技だから。うん。覚えといた方がいいかも。ハンカチの方がいいかな。たけしのものらしい。こっちか。こうやって物を洗濯するとこういう洗濯ができるの。洗剤をハンカチつける。でつけたらすぐ拭いたらあれそこは。消えるね。ささ。はい、はい、というわけでさっきのお部屋に向かってください。え、そのさ、あの行く前にさ、うん、一応セーブしといた方がいい。あ、そうだね、セーブしよっか。青鬼フラグです。はい。セーブ。エンター。もうセーブ大事だから。セーブ大事、本当にこまめにして。あ、そうなんだ。うん、セーブ大事。ゲームにおいては。ゲームオーバーしたらやばいってな。あ、そっちから行くのね、律儀に。律儀に3階からドンするのね。ダーン。こっちだったっけ。いけ。ドゥン。重いよね。あ、やば。おー、来ました来ました。はい、外出て外出て。頑張って頑張って。おー、はい、逃げて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 。あれ、おー、短いね。こんなことある？あるね。意外だね。じゃあいつもね、下行ってとかあるよね。じゃあもう一回いいよ、戻る、その辺戻って。もう一回行く？もう一回戻る。もう一回出てくる可能性あるかな。あるある。もう一回出てくる可能性あるかもしれないね。多分あると思う。あ、できなかった、大丈夫だ。え、吹いた？もう一回。え？あ。あれかな、あのアイテムボタンを押さなかったんじゃない X アイテムハンカチ、ハンカチで、お、拭いた、これで出てくるかな、下手したら941、あ、待って、941、はい、あ、見れるもんね、後から、うん、もう一回出てくるかな、ここに、はい、来ましたー、はい、やっぱりだからだよ、はい、逃げて逃げて逃げて、全力で逃げて、下に逃げ て, 逃げて、どこどこ、どっち行くの、どっち、こっち、知らん、やまだ来るよ、おお、ここダメでしょ誰どこが行くの、悪かわからんもん、そうなの、部屋、あ、忘れちゃったあ、じゃあ、どうする、いいよ、行け行け、いや、いいよ、見る日、ちょっと待って、私絶対さ、すぐつぶやつじゃん頑張れ、あ、ここからやね、オッケー、で、次どうすんの、あ、ちょっと待って、これさ、操作マジでさ、やりにくい、なれんよね、これ、すぐつぶで、私大丈夫、行け、行ける、じゃあ、ちょっとここでセーブしときましょうか、うん、で、アイテムでどうやっていこう、
とりあえず、と、下行って。やばい。やばいやばいやばい。あ、いけ、いけいけいけ。おー。え、やばいって。え、おー、来た。来ました。来た。あ、セーブセーブ。はい、あ、セーブセーブ、大事大事。こまめにセーブ。私、じゃあセーブ言うわ。セーブセーブって。ね、はい、じゃあ、さっきの部屋戻ってください。え、さっきの部屋ペアの？あ、ペアの部屋。え、どうやってく？上行って。上行ってく。場所忘れるもん。そこの部屋。で、もう一回鍵盤見てください。これ何の時だ？9-4-1 ですね。はい。はい、まあ、覚えといてください。で、ここ？で、そこの金庫。ここ？うん。番号当てはめば、さあ、ここで謎解きタイムです。9-4-1違う、4桁、うん、形見ればわかるかもしれない。9-6このね、形をね、ピアノとうまいこと、ほら、ピアノ弾いてるじゃん。そうだよ、わかるよ、絶対。うまいこと当てはめてくださいよ。え、ドーミソ、違うか。ね、待って、コードすぎる。どういうこと、え、まあ、そこにキーボードあるから、ついで言えば。あ、そうだ。ほら、あるから、ついで言えば。え、これ。これ。これこれここはあ、じゃあ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 えじゃあじゃあ How are you? How are you? はい、形を見てください。え、何やろ、どういうこと。こういうのとんこういう形とこのキーボードの鍵盤の形ね。白いね、白い鍵盤の形を覚えてね。94じゃあまあいいや。あ、そうなの。あの、この鍵盤の形を覚えて。あ、白いやつやろ。白板の。そうそうそう、白板じゃん。覚えて。同じじゃない、うん、ちょっと似てない、うん、同じ、うん、で、あ、付箋、付箋、ちょ、これ書かんとわからんくない。形とペンを借りましょう。で、さっきのピアノのとこもう一回戻って。あ、ちょっと待って、ここの形だけメモるわ。いい、書けねえ、書けねえ。こう、こう、こう、こうやな。オッケー、ピアノのとこ戻って。で、ピアノ、え、これさ、どこに戻るの？エンター、エンターで戻れる。ピアノの形の、これが9やな。うん。で、これが4。雑いな。これが。あ、覚えとかなの ?1。うん。そう、だからメモとか必須。はい。入れ替えるの、こんな、逆だよね。逆だよね。1。これ、だから、この形に当てはめて。ん？ここが4やろ？ここが4やね。うん。うい。で、ここ1やろ ?1 ですね。で、9。9。この形ひっくり返したら？パカッとな、これ。え？あ、こっちか。うん、はい。で、9ってひっくり返したら6。6ですね。はい、6。で、こっちはえ6、9。ん6。こっちと反対の形ってことは。これは、あと、6。え6やん、これ。6？ 6？ だってこうやってこっちに向けちゃう。これとこれ同じ。えこれ1です。なんでこの形をひっくり返したら、ああ、そっちか。そういうこと、そういうこと。ひっくり返しても1やろ、これ。うん。あ、そうやね、1。ね、はい、はい、ということで。6411。で、開くはずです。むずいな、これは。これでも、ジョーの口やで。絶対ダメだ。6411。あ、戻っちゃった。はい。はい、入れてください。はい、6。あ、これね、確か。あ、そっちか。こうやって。あ、え、で、なんてた？あ、あ、そう。6411エンター。お、え、開かないの。え、違うの。違うの。え、ちょっと待って待って、予想外。そうだったら違くね。ええ、違うの、違うの。え、じゃあ本当に、え、ここさ9にしてみたら 9？ そこ 9？ 分かんない。あ、でも6か。6じゃない、うん、あ、違う、9じゃない。え、じゃあこっち、やっぱり。うん、多分こっち。え、マジで。ここは多分合ってると思う。6？ ここが9。やってみる、やってみる。9やってみよう。9？ ここ、うん、あ、違うわ。6？ どっか違うんだ。6？ ね、やっぱ6？ ここ下手したら6416。違う。え
なんでだろう。ちょっと積んだので一回セーブして今日終わりましょう。ちょっと積んだのでまたあれだ、復習してこよう。じゃあゲーム終了します。じゃあ積んだのでまた次回首を洗って。なんだろうねこれ謎。なんだろう、わかんない、最近見てないからさ、わかんないんで。ちょっとやばいね。ちょっと攻略サイトでも見に行かなきゃいけないから。そうやな、え、出したら。はい、じゃあというわけでルート25%のミルフィーとみかんとはずきの団子三姉妹でした。バイバーイ、バイバーイ、次回をお楽しみに。え、みかん中学生ってなってる。中学生だもん、主人公。中学生、じゃあ若返った。ゲーム終了。バイ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 。